アイディオは2020年3月に放送終了した VHF ロータイを使用した日本のマルチメディア放送インターネットラジオサービス。2016年から東京や大阪など大都市で試験放送を始め、2020年までに日本全国で放送番組を提供する予定であった。しかし2019年10月に中心となって進めてきた FM 東京が撤退を発表し、 2020年3月31日をもって終了した。地上デジタル放送実用化試験放送での有料放送の実施をめぐり、デジタルラジオ推進協会と FM 東京、FM 大阪が対立したことが契機となり、FM 東京によって VHF 老体を利用したマルチメディア放送の計画が立ち上げられた。2012年3月に停破した、 地上アナログテレビ放送の VHF タイを利用して2016年3月東京、大阪、福岡からプレ放送を開始した移動受信用地上機関放送である。今後順次全国ネットワークを広げていく形となる。アイディアは FM 東京の登録商標である。運営形態は衛星機関放送や VHF 廃体の移動受信用。 地上機関放送と同様に送信設備などを担当する機関放送局提供事業者と番組編成を担当する認定機関放送事業者にハードとソフトが分離している。放送対象地域が全国放送である VHF 廃体、マルチメディア放送のモバキャス、の t t v がハードソフト各一社で運営されていたのに対し広域放送、 県域放送の VHF 老体は、日本全国を6広域県と北海道とに区分し、1つの機関放送局提供事業者がハード面を、6つの認定機関放送事業者がソフト面を担当する。また、事業全体を統括し進めていくための持ち株会社と認定機関放送事業者に放送コンテンツを供給するコンテンツプロバイダーが設定されている。 有料放送だったの TV に対し IDO は無料放送を原則としていた。また、運営に際しては、官民ファンドの産業革新投資機構などの趣旨を受けていた。2019年12月25日、IDO は2020年3月31日をもって放送を終了すると発表した。放送企画として、 日本のデジタル放送企画である ISDB の地上デジタル音声放送用企画 ISDB-TSB を採用している。放送波として3セグメント形式の OFDM フレーム2で送信され、音声は MPEG AAC で放送される。またサービス開始前に2016年8月以降に HD サウンドと呼ばれる高音質放送を行うことが発表され、 2018年7月23日からは 96kHz サンプリング HE AAC フォーマットでのハイレゾ急高音質放送、IDOHQ が開始された。また、放送というインフラによる IP データキャスト技術を使うことにより、音声や映像だけでなく、様々なデータを送信することが可能である。例えば、電子チラシや電子クーポンの配布。 リアルタイムの自動音声読み上げ、受信デバイス内のデータ更新、自動車向けテレマティクスサービスの提供などが想定される。放送を利用することにより、災害発生時や大規模イベント開催時の服装に影響されることなく、情報提供が可能となる。独自の防災情報システム、 V アラートも用意されており、地方公共団体から地域住民に向けた避難情報を音声やデータで指定したエリアだけに配信することが可能となっていた。その一方で2016年7月からは i p サイマル放送を実施し、アイディオが放送する音声や映像などのデータをコンテンツデリバリーネットワークを介して配信を行っている。難視聴対策として、 電波が届かないエリアでも通信によって放送を聞くことができるようにしている。基本的にスマートフォンやタブレット端末が対象となるが、工術のようにチャンネルによってはパソコンでも聴取できるようになっていた。二0 1九年十月時点でソフト事業者である東京マルチメディア放送によるチャンネル五つ、各地域のソフト事業者によるローカルチャンネルが東海、北陸、 関西、九州、沖縄の3地域で各一つずつ放送され、北海道、東北地区、または中国、四国地区では各エリア内の FM 局のサイマル放送が行われていた。このほか、北日本マルチメディア放送の管轄エリアである北海道、東北地方、中国、四国マルチメディア放送の管轄エリアである中国、四国地方では、 エリア内の JFN 加盟局のサイマル放送を行っている。アイディオイファイチューナー、トゥーベル01一般家庭向けに公式に発売された機種は以下である。ただし、防災ラジオは V アラートを導入した自治体の住民のみ入手可能であり、それ以外の機種は2019年7月現在、新品の入手ができない状況にある。ただ、 一部の PC 接続型の地上波デジタルチューナーで放送波の受信自体は可能であることが実証され、そのツールが公開されている。このツールとともに VLC メディアプレイヤーなどと使用することで音声の聴取が可能である。当初は段階的に開局を進め、2019年7月までに大中規模地上機関放送局62局、 小規模地上機関放送局133局を整備し2019年度に世帯カバー率78.3%を目指す予定であった。しかし受信端末の普及が遅れているために開設計画で定めた中継局の整備はできないと2019年4月に株式会社 VIP が総務省に報告を行っている。親局に割り当てられたコールサインは ジョルズ MM で2は数字1文字が入る。周波数はエリアごとに 101.285714MHz と 105.428571MHz のいずれかが用いられている。放送は常実のように3セグメント X2 で行われているが、無線局面許自体は3セグメント X3 の帯域で与えられており、 放送派自体は3セグメント X3 で送信されていた。表中の太字は各地域の親局。以前から債務増加等の経営上の問題を指摘されていたが、2019年6月24日付の朝日新聞において FM 東京の2019年3月期決算の発表延期と役員一斉退任の原因としてアイディオの運営債務、 運営に関わる違反行為にあったと報道されている。また、ハード事業者である VIP の決算広告を見ても、2015年から純損失形状及び債務増加の傾向にある。アイディオの不審について、前景の朝日新聞の記事では、対応する液晶内蔵端末やスマートフォン用チューナーの市販が行われておらず、現状ではインターネット配信で聴取する必要があること。 送信書の設置が当初計画の1割に止まっていることを挙げており、さらにスマートフォンの普及でネットによる映像視聴の定着や先行ラジオサービスであるラジコが普及しており、類似のサービスを視聴者向けに放送派で行う意義が薄れていると指摘している。2019年8月21日には第三者委員会による調査報告を発表、アイディオをめぐる不正な株取引や それに伴う不正会計があったことが明らかとなった。2019年10月8日、FM 東京はアイディオからの撤退を発表。損失費が回収できず、財務的な限界もあったことから、今後同事業への追加の投融資を行わないと、取締役会で決定したもので、今後はジャパンマルチメディア放送において、有力な事業パートナー候補との交渉を中心に、 引き続き事業継続を検討していた。だが、同年12月25日に、グループ各社の連名で2020年3月31日をもって放送を終了すると発表した。ただし、すでに、福島県北方市、静岡県焼津市、兵庫県加古川市に、導入済みの V アラートについては2020年4月以降も、音声チャンネルを伴ったサービスとして継続して、 利用自治体に提供する。また、FM 東京以外の愛利オ関連事業に関与する企業でも業績修正や特別損失形状が発生し、影響が広がっている。ありがとうございます。